フライデー襲撃事件もビートたけしが一時的に干された時は志村けんがたけしの家族と軍団の家族の生活費を面倒を見ていた。当時の志村とたけしはライバル関係、加藤ちゃんけんちゃんを機嫌テレビとひょうきんで視聴率を争っていた。なのに志村はたけしを助けた。たけしの著書に書いてあった。おそらくけんさんの出費は3億円はくだらないと。そしてたけし出所後こんなやり取りがあったそうだ。ご迷惑をかけしました。軍団がお世話になりました。お金は必ず返します。たけしがこう言うと、たけしさん、俺は口下手だからうまく言えないけど、今回のことは気にしないでよ。俺が勝手にやったことだよ。それよりも今まで通り、どっちがお客さんを笑わせるかライバルでいてくれよ。だから今回のことは忘れてくれよ。今まで通り頼むよ、と志村は言ったそうだ。